でさ、これが僕なんだってば。愛想疲れて離れ離れの手、優柔不断だってさ、喉まで来てんだってば。会心の一撃がないようじゃ、まあ期待したって答えは見えてました。あ、このどうしようもないくらいのプライドに置いていかれてしまいそうな僕は何も残らない、残りはしない、ビビってんじゃないか。うまくなっていく愛想笑いなんです。僕なんてどうせ君の前じゃきっと声に出したって僕は、声に出したって僕は、誰の耳にも届かぬくらいな。ここで初めて泣いてる君を見た。嘘でもいいからその言葉で救って、日常にらだってばぶち壊したいんだってば。感情を揺すぶられるこの刹那、痛みを知らないままここまで来たんだってば。簡単に息ができなくなる。ああ、そんなもんか、まだ何も伝えてないんだ。このどうしようもないくらいのめまいに襲われて夜も越せないと僕ら後悔などないと思うんだ。ほらまた愛想笑いなんです。僕なんてどうせ君の前じゃきっと僕は。思いを伝えたくて僕は過去を変えることなどできないけど、明日に期待したいから、まだ終わらないで大事にするから。声に出したって僕は、声に出したって僕は、誰の耳